こんにちは、すみたです。今回はこの α7-3 とレンズがカールサイズの 163mmF4ZA というレンズ、このセットで南アルプスのカイコマヶ岳という行ってみたみたいな感じの、Vlog を撮ろうと思ってます。ていうか今撮ってて途中なんですよね。これから向かうんですよ。まあ、この後最初からちょっとやろうと思うんですけど、はい。まあ、ところどころ、まあ、ガジェットとか、装備とか、何のブログだったかな。あ、やばい、広角にしなかった。紹介しつつ、まあ、なんか、ちょっと旅の様子を、なんか記録できたらなって思って、ちょっと挑戦しようかなと思って、今回、撮ってます。はい。ちょっと音がね、これ内蔵マイク。まあ、一応ウィンドジャマーしてるけど、どんな感じなのかわかんないけど、ね、ちょっと、やっぱり、物は試しというか、ね、映像制作の勉強になると思うんで、ちょっと恥ずかしいですけどね。はい。ちょっと、頑張ってやってみたいと思います。はい。ちょっとバリアングルないから見えないんだよね。ね、はい。じゃあちょっとこの、フィグゼインのキャプチャーに、マウントして、これか。これから、行こうと思います。じゃあ最初の方に戻ってどうぞ。はい。カイコマヶ岳に行くために北沢峠ってとこに来てます。こんな感じ。これからテント泊して一泊して明日カイコマに行くみたいな感じで行こうと思ってます。ほんと超涼しい。やっぱ山はいいっすね。夏横 2000m ぐらいだから空気がうまい。2時間ぐらいしか寝てないからフラフラでちょっと辛いんで、今日はテントこれから張ってちょっとのんびりして、ちょっと近くの名前忘れたけど山ちょっと登ってって感じで行きます。では行きます。行ってきます。よし、完成。完成しました。飯行きます。いやー暑い。暑い。やー綺麗。あー絶景絶景。結構登り2時間のとこだけどきつくて、もう汗だくでやばいっすね。いやあとちょっとで頂上っぽいんで、頑張ります。
頂上に着きました。いやちょっと曇っちゃってて、やっぱあんま見えないけどね、やっぱ悪くないっすね、この南アルプス。1日目の目的地、こいつですね。このクリサー山、標高2714メートルに到着しました。ここに400メートルの開口畑が見えるはずなんですけどね、ちょっと目を凝らしてたら見えるような。で、ですね、とりあえず超涼しくて、悪くないですね、本当に。いやてか、あのセブンスリー重すぎ、レンズも。じゃあベースキャンプっていうか、もう下にテント張ってあるんで、これから行こうと思います。やっぱ南アルプスいいっすね。あ、ちょっと待って待って、ちょっとだけ見えた、ちょっとだけ開口も見えましたね。いい感じ。明日あそこに登るんで楽しみですね。ね、きっと晴れるし。よし、ちょっと戻ります。やっぱね、このマンフロットの三脚マジで神。軽いし。ね、結構でかいカメラも余裕で。ね、持ってくるし、おすすめです。で、この運台もね、結構使いやすくて。だけど、クイックシューができないから、日本語っていうかな。だから、アルカスイスのクランプをつけて、で、ピークデザインの、あれ、キャプチャーについてる、シューを、ここにつけるようにしてます。今、カメラ向こうだからついてないけどね。いや、これね、マジで、からおすすめなんですよ。よし、やばい。足今度レビューしたいと思います。ね、ちょっと山じゃなくてね、ガジェットレビュー、ガジェットじゃないか、カメラ機材レビューだ。よし。上手で有名だよ。これ上系ラーメンみたいな。なんか太麺っぽくないだって。出ようとして、なんすかそれ。クソうまそう。珍州、クソうまそうじゃない。珍州名古屋謎み肉。僕はスタンダードのこれですね。鉄板だね、鉄板。こういう感じ。虫がやばいけど。ああ、バッテリーついてる。そうそう、それ結構長持ちするんですよ。まあ下手にあのランタンとか持ってくるこの方が軽い。絶対これ井上さん羨ましがりますよ、ね。あ、でもここにやっとけば多分ここに集まるから。そうだね、これ、はい、俺いらない。岸野さん、節電してたことにして、節電しよう。